れまた竹雄さん。何しよう。うわぁ、うわぁ、あ、一つだけ最初に情報出させてください。停電修理邪魔されたっすね、多分。あ、私が邪魔しました、すいません。あ、ドンリキさん始まってということで、じゃあ一歩さ、それは勝てねえわけだわ。じゃあ初手リスポの話からしよう。はい、僕はキッチン一人だけ、はいはい、キッチン。私ね、多分アルマさんと一緒でメインホールで私が左行ってアルマさん右に行ったはず。どこでしたっけ、ごめんなさい。メインホールスタートで私が左で、アルマさん右行ったんで、本当にそのリスポーンした瞬間しか見てないです、アルマさん。僕もメインホールなんですけど。あ、じゃあごめん、エンジンルームかな、ごめん、エンジンルームちょっと遅かったかもしれないけど。あ、いいっすか。なつめアルマ見てて、はい、アーカイブスタートです。アルマアーカイブスタートで、あれ、アーカイブ、アルマはシャワ室の方に行って、自分はラウンジかもつっていう、うん、なんで食い違ってるの？ちょっと待った、アーカイブラウンジ貨物っていた夏目先生をマシャカリもしくはゾニキさんは見ていますか？見てます。ゾニキさんとすれ違ってるから。はい、夏目先生貨物室で見ましたね。マシャカリさんも貨物室で見た気がする。僕リスポンが貨物室ですから。はい、うん、リスポン貨物がマシャカリスナパイゾニキの3人なんですけど、はい、マシャカリさんがしょって多分ラウンジ側抜けてってるんだよね。抜けてるんですけど、ごめんなさい、夏目先生見えなかったんですよね。ゾニキさんどこで見ました？あ、じゃあ全員の位置を、全員の位置をおのおの言ってきます。ラウンジの方でマシャカリさんとすれ違いで、少しして後ろの方でトイレの前でゾニキさんとすれ違い、診察室の扉が閉まってるところでスナパイさんが待機してました。うん、どうですか、合ってますか？誰からも見られてないの？なんで夏目時点で全員見えてたから。これ何が言いたいかっていうと、シャワー室から弁当で飛んできたんじゃないかっていうことを疑ってる、うん、あ、夏目先生がってこと。でもなんか夏目先生は今のアーカイブわざわざアルマ君と一緒にリスポーンしたっていう発言しなくてもいいんじゃないかって思っちゃうけど。あれ、じゃあ俺、私誰と見間違ったんだ、まあ、あれ夏目先生って最後弁当付近でなんか動いてました？動いてません。なんかね、あー、もうバレちゃったか、インポスター。はい、はい、竹雄です。僕アーカイブスタートなんですけど、うん、はい、アーカイブスタートで貨物室の上側あたりでマシャカリさんとすれ違って、あ、見た見た。あと誰か貨物室いたと思うんですけど、ちょっと思い出せない。ゾニキさんと私もゾニキさんですね。あ、で僕金庫をやって終わった後に貨物室、診療室側に行こうと思った時に、なんか弁当付近で UFO を見たんで、夏目先生そこにいたのかなと思ったけど、弁当は使ってはなかったんじゃないかなと思いますけど。なるほど、はい、ちょっと分かんなかった。いや、単純な話、マシャカリゾニキスナッパイ3人とすれ違ってんのに、なんでこんな弁当疑われてるのか、なんか、マジで見てない。ごめん、ゾニキさん見たんだけど、ゾニキさんもスナパイさんも覚えてないの？そこは。いや、スナパイは貨物室を左下から上に上がっていくように見えた、夏目先生が。あ、夏目は見てんのね。あ、見てはいるんだ、うん、でも弁当から出たように見えたってこと。じゃあいや、それはもう置いといて、ゾニキさんとマシャカリさんのさっきの位置は合ってる。マシャカリ先だったよね。
あ、合ってます、合ってます。そう、一応合ってるから多分合ってんだろうなと思うけど、見えてないんで、まあ、ごめんね。一旦置いといて、もう、次回の話しましょう。うん、それより、夏目先生と、サントスさん視点、どっちも同じところにアルマくんが湧いたっていう発言。で、私、違う人だったかもしれない。私はね、じゃあその人を洗えばいいんじゃないですか、うん、絶対誰かと一緒に湧いてるはずだから。右に抜けてて、私さっきも言ったメインホールスタート左で右に行く人を見て、それがアルマさんだったと思ったけど、僕かもしれない。じゃあ、半分。僕、電気室行きました。あ、じゃあ、センターさんか。じゃあ下だね。もうサントさんは見てないです僕。キッチン脇だったの？キッチン脇だったのって誰？僕メイヤです。チャックケンは見てないの誰も。そうそう。ケンさん。チャックケン。チャックケンさん。チャックケンさん見てないです、ね。メイヤさんめちゃ怪しくない？なんで？僕停電直してるのをゾニキさんとあれしてるから。僕は左下に絶対ずっといたってことは証明できる。まあそこで高さん殺してある。あ、かぶっちゃえ、閉めちゃった。これ撃てんだ。ナイスー、まあ、全然ナイスー、めっちゃ死んでたもんな。ナイスー。あの80秒前に2体上がってて、ちょっと絶望しました。ゴリラすぎるやば、無理だな。めっちゃ死体積み上がってた、マジで殺しまくってたもんな。見つからない。ああ、ボタン押さなきゃダメだな。死んでもいいからボタン押した方がいいな、これ。ああ、そうっすね。ダメだな、これ。でもあれ、結局ボタン前も竹尾さんいましたもんね。怖っ。いましたね。金庫室に死体1あって、宿舎前通路に1あって、エンジンルームで張ってましたから。いや、展望台で、展望にも死んでるから。展望で先端さんの幽霊見て、あ、先端さん死んでると思った後、スナッパイさんの死体見て絶望しました。あ、終わったわって。もう3死体見つけて、あ、これ、負けたなーってなりました。うん、終わったわと思った。
素晴らしいね。いやー、すごいな。いや、すごいわ。そして、竹野さん、インポスター引きすぎという。確かに。いや、でも、多分、ね、部屋関係ないですね。関係ないですね。今回、勝てたの、多分、サントスさんとの合流がすごい早かった。早かったっすね。なんか、もうなんか、アイコンタクトして、こういう役割しようみたいな、完璧でしたね。そうですね。すげえな、かっけえ。一緒に弁当入って、マシャカリさん、キルしに行って。そうそう。やば。2インポスター動いてたから。なんかお互いあと何キルで終わるっていうのが明確に見えてたのがすごい良かった。ああ、なるほどね。竹雄さん、初手シャワーして殺してました？殺しました。キル、ああ、やっぱそっか、竹雄さんとすれ違ったから直近言えばよかった。なんだっけ、初手メインホール脇僕なんで。あ、じゃあやっぱ合ってるじゃん、私と。そうです。ああ、ごめん、じゃあ僕リスポーンが遅かったんだ。じゃあ、夏目先生、やっぱ私合ってるよ、メイン見てる。夏目君疑っちゃった一瞬。アーカイブにも入りましたけど。リスポーンは、リスポーンは初手メインホールだった。あ、やっぱ合ってた、合ってた、合ってた。あ、言えばよかったもん、竹雄さんだっつって。遅く悩んでたから、あ、そうだ、でもそれで勘違いした。あ、てかすみません。なんか同時にリスポーンすればいいのに、うん、ね、そう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 、リスポーンのタイムラグがあるから、それマジできついですね。あ、そっか、うん、